やってきました。パッチ 5.0、漆黒のヴィランズ。まずはこちら、極ピターニアと雨滅戦からお届けしましょう。まずは使用マクロ。結構決めておくことが多いのでこんな感じにマクロが流れると思う。まず、水のルーンの3回1。これは後で現物を見ればわかると思う。次、火のルーンは頭割りの集合1。東西に4人ずつ分かれるんだけど、後半はアンチの位置が南北になることもあるため、その場合は時計回りにアンチを移動することになる。次、ブランブルチェーン、通称イバラ。これは線を伸ばして切るギミックなので、短期ヒラは北、DPS は南方面と決めておく。次、雷は線の受け渡しギミック。6人の順序を決めておこう。ラスト、雑魚処理の順番は、ギミックの性質上、必然的に東、北、西の順番になる。まあ、一遍に見るとうっとなるけど、やってみるとそうでもないよ。さて、では始めていこう。マーカーは方位が分かれば OK。には一応雷の受け渡し場所に置いてるよ。事前にステップを踏んでおいて。ゴー！飛びます。夜のない朝。眠りも忘れてる。病んでる感じのボイスが良いですね。まずはブライトサバと、全体範囲。普通に回復するだけ。次、幻のルーンは円範囲とドーナツ範囲のランダムなんだけど、前半戦では順番固定、初回は必ず円範囲だ。ピンクのエフェクトが出るので、離れて回避すること。はい、オッケー。じゃないね、メインタンクさんが食らってあさっての方向に歩いていった。大丈夫だ、問題ない。本当に？はい、水のルーン。3回図通りの水に乗っかるだけ。周りの紫の玉がカウントになってるので、時間までに乗っかればオッケーだよ。はい、オッケー。からの火のルーン、頭割りだね。これもマクロ通り、東西の水の上に集合すること。水の上だと、期待性向上のバフがついてるね。はい、頭割りマーカーがついた。これ、わかると思うけど、二度付け禁止なので、あらかじめ4人ずつ割り振ってるわけ。はい、オッケー。からの魔のルーン。前方範囲なので巻き込まれないよう注意。はい、オッケー。次、ブランブルチェーン。いわゆる茨城ギミックだね。必ず単ヒラと DPS が結ばれるため、単ヒラは北、DPS は南に伸ばして切ればオッケー。これ、マクロでは初回は南東に伸ばすことになってたので、南西に進んだのは私のミスですね。まあ切れたので結果オーライ。次、緑のエフェクトの幻のルーン。この場合は中央アンチのドーナツ範囲。ここも、前半戦では必ずドーナツが来るぞ。次、ミッドナイトサマードリーム。お分かりいただけただろうか。ステージ端の柵のあたりを見ていてほしい。そう、なんと柵が撤去されているのである。お前。そういうとこやぞ。次、雷のルーン。全員、ちょっと南に集合しておいて、事前に決めた順番通り、担当者が線を取って西に持っていく。これ、直接重ならなくても、線に重なれば受け渡しできるので、次の人は線の真ん中あたりで受け取るようにすると、不要の巻き込まれ事故を減らせると思う。はい、オッケー。私たちは近接に配慮して、H1H2D3D4STD1 の順番でやってるけど、どうせいろんな意見が出ると思うので、好きな方法でやってねー。で、ラスト D1 の U3。攻めてるなー。で、次はタンク頭割りの妖精光。3連続で頭割り攻撃が来るので、タンク2人で受ける。よりは、私たちみたいに無敵技で処理する方が多いかも。はい、オッケー。次、また茨城ギミックのブランブルチェーンが来るんだけど、今回は根のルーンとセットになっている。南北に伸ばすのは前回と一緒だけど、今回はランダムな対角線がこのように塞がれるので、塞がれてない対角線を使って茨を切れば良いわけ。ちなみに、ここでは近接さんたちによる飛び込み乗車レースが面白いぞ。お分かりいただけただろうか。
向こう側に駆け込まないと殴れないため、めっちゃ必死に戻っているのだ。なお、乗り遅れると。あ、閉じちゃった。殴れない。ねえ、殴れないんだけど。殴らせてよー。と、モンクさんは一定時間的が殴れないと頭がおかしくなって死んでしまうのだ。なお、この根っこは踏むとバインドと超痛いペインがつく模様。はい、オッケー。次、マノルーン。メインタンク向けの扇形範囲なので、外側に向けたままにしておくこと。次、氷のルーンは芝の旧恋愛シクルと全く同じ。ちょっと視点を低くして、2個目の位置に注目だ。で、最後の方に降ってくる位置に立っておいて。爆発後に駆け込めば OK。からの全員に円範囲。3回1決めるよりは、適当にばらける方が良いと思う。はい、OK。そして次、幻のルーン。ここでは決め打ちで、緑色のドーナツ範囲。はい、オッケー。これ、吹っ飛ばし攻撃なので食らうと落下する可能性が高いのだ。そして、ここでボスが殴れなくなって前半戦終了。ここからは定番の DPS チェック雑魚フェーズとなる。メインタンクが北、サブタンクが西の雑魚をキャッチ。東の雑魚はオートアタックがないため、DPS が殴ればオッケーだ。範囲は適当に避ける。でしょ、重なっちゃう。あ、これ食らっても落ちないのね。優しい。火種をぶつくんだよ、食らうなよ。ごもっとも。続いて北のパック。こいつの使ってくるオーダーは耐性低下付きの強攻撃。だんだん痛くなるので、早めに倒したいところ。なお、このステージに風脈はないようだ。ラスト、西のピーズブロッサム。こいつはターゲットに向けて前方範囲を使うので、サブタンクは外周に向けておくこと。はい、オッケー。次、まだまだ雑魚フェーズは続く。キターニアのラブインアイドルネスで3体の雑魚が巨大化して復活するのだ。早く、早く殴らせろー。近接は一定時間的が殴れないといかやく。サイズが大きくなっても、対処はさっきと同じだ。まずは東から倒していく。マスタードシードは残り HP 分の全体範囲を使ってくる。その威力を十分に下げるため、最初に殴って削る必要があるわけ。巨大カゴに追加されているパックプレスはただの頭割り。ここは全員集まって受ければ OK。次、下のパックに行くのは小さい時と同じだけど、ここではイバラと巨大パンチのセットが追加されているぞ。まずは流れを見ておいてね。南北に根っこが生え、中央には予兆円が出現する。と同時にイバラマーカー。対角線上に分かれて並び。パンチで飛ばされてイバラを切る。はい、オッケー。次、スローで見ていこう。まず、東西か南北に根っこが出現するが、これは向きを見ると攻撃方向が分かる。はい、北の根っこは東、南の根っこは西を向いてるよね。なので、南は南東側がアンチとなる。青いマーカーには拳が着弾するので、乗らないギリギリの位置に待機しておこう。で、この吹き飛ばしで茨が切れる。これで処理完了だ。では続きに戻ろう。次、頭割りと範囲攻撃のセット。範囲マーカーのついている人以外で頭割りを処理すればOK。なんだけど、なんかわちゃわちゃしてるね。お分かりいただけただろうか。このまま頭割りすれば問題ないところ。あ、頭割りだ、入らなきゃ。いや、チョコさん歯についてるからこっち来んな。みんな、やめ、やめろー。あ、気づいたみたいだけど頭割りの人数が。これはひどい。うむ、モンクさんの犠牲になったのは学長か。蘇生だと MP きついよね。と、ここで平井ルビーさん。これはナイス判断。そして3体目が終わったので、ボスの利口技が来るぞ。さて、ここからが後半フェーズ。とはいえ、実は前半で見たギミックが組み合わさるだけなのだ。最初は幻のルーン足す水のルーン。合わせて3回せず、幻のアンチを見てから3回すること。はい、エフェクトはピンク、円範囲だ。
私はそのまま担当の水に入っちゃおう。ここ、緑のドーナツ範囲の場合もあるから、その場合はドーナツを回避してから持ち場に走ること。続いて炎のルーンタスネのルーン。東西で頭割りに備えるところまでは一緒なんだけど、同時にネのルーンだって、東西か南北、どちらかのアンチがネで潰されるんだよね。東西が潰れた場合、時計回りに南北に移動する必要があるのだ。おっと、今回は南北が潰れた。つまり、このまま東西にいればオッケーだ。はい、オッケー。次、再び幻のルーン。緑なのでドーナツ範囲。ここ、さっきの幻と逆が来る気もするけど、ちょっと検証が足りないのでわかりません。まあ、エフェクト見て避ければオッケーだよ。ブライトサバとは全体範囲だったね。はい、オッケー。次、妖精光はタンク頭割り。が、ビビデだと戻ってるみたいだね。インビンだと戻らないと思うので、本はタンク頭割りかな。はい、オッケー。次、氷のルーン、前半と一緒。なお、うちのパーティーは宗教上の理由から、氷は中央の1枚を受けて殴り続ける方たちがいます。まあ、1枚なら死なないし、合理的だとは思う。そして、宗教なら仕方ない。範囲が来るのも前半と一緒。あっぷな。この辺の技が前半と一緒なのって、多分バランス調整前は何かと組み合わさってたと思うんだよね、わら。氷と雷のセットとかやばいと思う。と、次は雷。これも前半と同じ。一旦南に集まると、最初の人が線を取りやすいのだ。次、H2に受け渡しだけど。あ。逃げるんだ。うん、14の受け渡しギミックは、二人同時に動いちゃダメなんだよね。これは太鼓の頃からの掟なのである。対象者は、線を取ってもらうまでは静止しておくこと。と、この回はもうここで終わってしまうので、続きは初回の動画をお見せしよう。いろいろあってまだ 16% 残ってるぜ。次、ネのルーンタスブランブルチェーン。これも前半と一緒。はい、北東と南西がアンチだね。疑惑の判定。これ、捕まる時と捕まらない時があるらしい。次、二連幻のルーン。緑なのでドーナツ。どんどんドーナツ、ドーンと行こう。まだまだ、終わったらすぐ逆が来る。が、ここまで離れる必要はないかな。踊り子はどうせ近寄らないといけないしねー。はい、オッケー。ってびっくりした。なんかごつい人がいると思ったらロボだった。ブライトサバと、全体範囲。マノルーン、メインタンク向けの奥義範囲。どれも前半と同じなので特に気をつけることはないね。そして、こちらもそろそろ終わりだ。やったー。あれ、このシーン、極でもやるの？ビエラまんじゅう。光を吸い取るスポンジ的な扱いだよね、今回。まだまだ、急行量には余裕がございます。
ということで無事クリア。プレイしている当人は、まだ踊り子のスキル回し慣れてなくてはちゃめちゃだったけど、こうして振り返ってみると、ギミック自体は簡単だね。皆さんも、新しいスキル回しの練習がてら、気軽に挑んでみてくださいね。私はとりあえず踊り子からあげたけど、レイドを何で行くかはまだ迷い中です。でも、メインストーリー目。めちゃくちゃ面白かったし、レイドはそことも絡めてくるようだから本当に楽しみだなぁ。あ、ロールクエもやらないといけないや、レベル上げも忙しくなってきやがった。といったところで今回はここまで。ではでは。